皆さん、おはこんばんにちは。本日もセレガーラ提督の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日はゲストとしてザラをお呼びしております。ボンジョールの、ザラ90巡、一番カンザラです。ボーラとは違って可愛い姉ちゃんじゃねえか。これでも顔立ちが幼いだけで本当はボーラが妹でザラがお姉ちゃんなんだけどね。幼い顔立ちは気にしてるところなのに。うぷぬし、残念だったな。何を言ってるんだよマリサ、むしろありがたいじゃないか。そっか、うぷぬしは合法ロリもいけるんだったね。うぷぬし、やっぱりお前は変態だな。なんでそうなるんだよ。お前が言うと意味が変わってくるからこうするな。じゃあ。それでは早速本題に入りたいと思います。うぷぬしがマスパ食らったの何年ぶりだろうね。初回限定のプリウスのトミカ以来売ってないからな。うぷぬしがまだ下積み時代の頃だね。あの頃はどう編集すればいいかわからなかった頃だからね。提督も苦労したんですね。当然だよ。それ相応の努力をしてきたからね。うぷぬしは人生の苦労の方が多いけどね。確かに提督は経験豊富な顔してますもんね。苦労は誰しもするからね。上げ足を取って攻撃する地雷鉄どもや裏切り者とは経験の差があるからな。うぷぬしを見下せるくらいだからさぞかし素晴らしい人間性なんでしょうね。まあ、そのうちの一人が通う高校なんて体だけ大人で中身が小学生くらいの奴らがいるって口コミあったからな。マリサ、それは小学生に失礼だよ。小学生でもちゃんとしている人はいるわけだからね。逆にバカな大人もいますけどね。うぷぬしよりもバカな大人っているのか。残念だけどいるのが現実なんだよ。わかりやすい例だとバカスター問題とかだね。本当にうぷぬしよりバカなのか見てくるぜ。見ない方がいいと思うけどね。体調不良にでもなったら困るから。マリサ、どうだった？バカッター見てたらうぷぬしがまだマシに思えてきた。普通の感覚している人ならやらないことだからね。くら寿司やセブンやオートヤのやつなんか飲食店やコンビニを完全に舐めてるぜ。小さい子供でもわかることがなぜわからないのか不思議でならないね。善悪の判断ができる年齢のはずなんですけど。そういう奴らって頭のネジが飛んでいるのかもね。うぷぬしは苦労を知っているからやらないわよね。当然だよ。ああいう理解に苦しむ奴らとは同じレベルになりたくないからね。提督らしいですね。人として当然のことをしているまでに過ぎないんだけどね。やっぱりうぷぬしは生きていなきゃいけない人だよ。うぷぬしのように人に寄り添える人間なんてなかなかいないからな。まあ、うぷぬしの性癖は未だにわからないままだがな。これからも僕の飽くなき挑戦が続きますので応援よろしくお願いいたします。ところでうぷぬし、今日は何を開封するのかな？毎回うぷぬしはろくなものしか開封しないからな。持っていない人のために開封するところは褒めるべきでは。興味があるものしか開封してないけどね。本日は皆さん待望の、鉄コレミシテツ8000ゲータリトを開封していきたいと思います。おお、ついに買ったのか。今回はタムタムで予約、購入しました。今回は鉄コレでは高価格帯になったのが気になるわ。税別で1万800円だからね。高い。さすがに高すぎるだろ。ここまで高価格になった以上、今回は印刷ミスとかないといいね。そっか、前回の西鉄8000系でかなりやらかしたのか。どんなところでやらかしたんですか？ここで説明するとキリがなくなるから、3000系旅との開封動画で説明しておりますのでそちらを参照ください。こいつしれっと宣伝しやがった。マリサ、うぷぬしは忙しいんだよ。週5でバイト入ってるし、大学の講義もあるからね。そりゃ忙しいな。ただでさえ忙しいのに、よく編集頑張りますよね。待っている人がいるからこそ頑張れるんだと思うよ。一時期動画のモチベーションが落ちたけど、オメシスの動画見てたら僕に足りないものが見えてきたよ。実際はオメシスだけじゃなくいろんなバーチャル YouTuber の動画を見て、取り入れていることがあるんだけどね。そういうところはしっかりしてるのね。提督の体が心配になりますよ。うぷぬしが倒れたらこのチャンネルもセカンドチャンネルも動かせなくなるんだからな。倒れたら即終了だね。くれぐれも無理するなよ。うぷぬしは怪我も多いから心配しかないよ。こうして生きていることこそがありがたいんですから。人生何があるかわからないからね。うぷぬしはやっぱり頑張る人なんだな。開封するから部屋を移動するよ。それでは早速開封していきたいと思います。
うぷ主、前回の開封動画は嵐がたくさん湧いてたね。うぷ主を潰したい奴らばかりのコメントが多かったな。アンチや嵐は頭の弱い奴らばかりなんでしょうね。僕に対してアンチや嵐の活動をする暇があるなら、僕なりに頑張ればいいんじゃないかと思ったよ。うぷ主はそれなりに努力しているからね。と見下す暇があるくらいの暇人ばかりなんでしょうね。うぷ主は苦労ばかりの人生だからな。まずは付属品の紹介です。今回は台車枠、列車無線アンテナ、公衆電話用アンテナの他に行き先シールが付属しています。今回は行き先シールも付属しているのか。台車は5000系と同様 KW60A よね。電動台車だからね。確か1989年に製造されたんだよな。この見た目なら当時の先進的な技術が使われていてもおかしくないですよね。マリサの言う通り1989年製造だけど、種類は5000系と同様抵抗制御だよ。あの見た目で抵抗制御かよ。公衆電話用アンテナってどうしてあるのかな。製造時はオウム高田から3両目の車両にカード式公衆電話が設置されていたんだ。でも通話料金が高額で設置当初から利用者が少なく、電光掲示板などで宣伝もしたけど、その後の携帯電話の普及もあって2000年4月から2001年11月にかけて施行された重要部検査の際に撤去されたよ。次は行き先シールを見ていきますね。前面種別は特急、普通と黒い無地の幕が収録されています。前面行き先は福岡天神、二日市、大森と、このシリーズ初と思われる階層が収録されています。階層幕は珍しいな。引き継ぎ式のシーンを再現できるよね。3000系タギとも持っていればの話だけどね。8000系から3000系に変わりましたもんね。側面種別、行き先は特急福岡天神、特急太宰府、急行福岡天神、普通太宰府、普通大森、普通二日市が収録されています。特急太宰府、特急太宰府、特急太宰府。はぁ、なんで特急太宰府なんてあるんだよ。こんなところでエラーねー。税別10,800円でこのエラーは人為的ミスだろうね。前にもいくつかミスしていたのに繰り返す時点で質が疑われますね。中国で生産されているから人件費は抑えられる分質の低下は防げないんだろうね。検品作業はどうなってるんだよ。どうやらこのエラーはうぷ主だけじゃないみたいね。てっこれは基本的にサポートがないから対処が難しいよ。実際は特急は福岡天神と大牟田の幕しかないけど、前面行き先に大牟田がないからどちらにしても意味がないね。旅人の特急運用なんてあったんですか。2016年の熊本地震の翌日に一度だけあったみたいだよ。逆にスイートは太宰府線の運用だったけど、再現したいならスイートの鉄これ販売まで待つしかないな。スイートの製品化ってありえるのかな。それなりの要望があればになるかもね。次に編成全体を見ていきます。今回はちゃんと6両用のパッケージになっているわね。それでも8000系タビトだからパッケージのこだわりも抜かりはないぜ。扱いには注意してくださいね。前回の動画で素手で触ることについて攻撃してくるやつがいたわね。そういうやつらって素手で触ったことないのかもしれないよ。うぷ主にそんなことを言うやつって手袋して触るんだろうな。提督のものなんですからどう扱おうと提督の義務ですよ。模型を触るときは細心の注意を払っているんだけどな。まずは1号車の8051の紹介です。効率化のため今回は手早く紹介します。近づくと印刷の粗さが目立つな。現在の技術的にはこれが限界なんじゃないでしょうか。それでも8000系タビト特有の幾何学模様をしっかり印刷しているのはいいよね。前面の種別と行き先は急行、太宰府となっています。太宰府観光列車だからね。ライトの処理は前回のままなんだな。そして阪神で採用されていたバンドン式わらわら、ここもライト同様さすがに修正されなかったか。前回の8000系ではかなり目立ってたからな。なんだかんだ言って案外目立つところなんだよね。1号車を生むた方は太宰府成長跡、福岡天神方は宝満山が印刷されています。太宰府のランドマークが印刷されているね。まさに太宰府を観光するためにある列車ですね。旅人の由来はちゃんとあるんだよな。由来は後ほど説明します。屋根蒸気機は6000系、6050系に通じるものになっています。床下機器も抜かりなく再現されています。登場時から人気がある車両だからね。平成に生まれて平成に消えたのが残念ですね。次はもう8052の紹介をしていきます。2号車だな。パンタグラフがついている車両だね。2号車を生むた方は階段院、福岡天神方は関西音寺が印刷されています。
太宰府に関連する観光地が車体に書かれていますね。観音寺や観音寺氏と間違えそうだな。わら。観音寺氏はアニメ、結城優菜は勇者であるの舞台になったところだよ。太宰府観光列車の紹介で四国を宣伝するウプ主。わら。そういえばウプ主は7月に加藤から発売される JR 四国2000系を予約したって言ってたな。このことについてはセカンドチャンネルで補足しますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。パンタグラフがついている屋根は配管もしっかり再現されているのね。一昔前とは大違いだ。6000系や6050系に通じる車体の構造から製品化も期待できそうだね。そういえば6050系は1編成が観光列車に改造されたな。6050系の製品化は今のところなさそうですね。権利の関係もあるんだろうね。製品化を期待するのは自由だからね。次はもう8053号車を紹介します。カード式公衆電話が設置されていた3号車だな。3号車を生むた方は水木屋と、福岡天神方は九州国立博物館が印刷されています。九州国立博物館は太宰府天満宮の近くにあるよね。提督は行ったことあるんですか？中学時代の修学旅行で行ったよ。もう7年も前の話だからあまり覚えてないよ。わら。顔がうるさいわ。機会があればまた行きたいね。ウプ主は令和からはっちゃけることにしたらしいよ。面白さを追求した結果かもしれませんね。まあ、ウプ主はとにかく頑張る人だからな。僕は10連休はほぼバイトだったよ。ウプ主の体が心配になるわ。皆さんは10連休はいかがお過ごしだったでしょうか？コメントで知らせてね。次はもう8054号車を紹介します。4号車だな。4号車を生むた方は太宰府遊園地、福岡天神方は梅ヶ枝餅店が印刷されています。梅ヶ枝餅って美味しいよね。ほとんど太宰府市内でしか売っていないから買いづらいな。太宰府に行くしかないですね。まあ、ちょっとしたことがきっかけで太宰府を舞台にした青春ラブコメを書こうとしているけどね。時間がかかるのは必死だろうね。そもそもウプ主は青春なんて謳歌したことないからな。高校時代は勉強以外に資格取得に明け暮れてたからね。例えばどんな資格ですか？危険物取扱会社を自主4類、実際検定3級、秘書検定2級などだよ。あんたそんな資格持ってたの？なかなか難しい資格だぞ。提督が頑張ったからこそ取れたんですよ。中学時代はいじめにあっていたからね。そいつらを見返したいから頑張ったんだよ。僕みたいに頑張ることが答えとは言い切れないけどね。壮絶な人生を送っていたんですね。次はもう8050号見ていきます。5号車だな。やっと5号車の紹介だね。提督はいつも忙しいですから。今月はバイト休みがほとんどなかったからね。あまりにも入りすぎると税金取られるし、社会保険入らなきゃならなくなるからな。気をつけてね、ウプ主。やりすぎないように気をつけるよ。あんたの体が一番心配よ。心配してくれる人がいるんですから倒れないでくださいね。無理はしないよ。5号車を生むた方はかまど神社、福岡天神方はえのき社が印刷されています。かまど神社は宝満山のふもとにあるよね。縁結び、肩よけ、厄よけの神様として親しまれているよ。縁結び、提督と。ウプ主に縁結びは不釣り合いだよな。縁結びの縁もあるか怪しいね。誰とも付き合うことはなかったからね。でも縁談はあると思いたいよ。ウプ主らしいわね。そんなウプ主嫌いじゃないぜ。気持ちだけ受け取っておくよ。やっぱり提督は的外れな批判しかできない奴らとは違いますね。ああいう奴らのやることが理解できないぜ。最近になってそういう奴らが増えてきたよね。最近話題のみたいに親の教育によるものが大きいのかもしれないよ。ある意味現代社会の闇かもしれないな。将来が心配になってきますね。わかったみたいなことやらかさなければいいんだけどね。やらかすやつはやらかすんだけどね。会社側も面接などで人選ミスとか起こさないように気をつけなければならないな。バカのことを批判するだけ時間の無駄だから開封動画の続き始めましょう。そうだね。6号車を生むた方は三上牛と信じ池、福岡天神方は太宰府天満宮本殿が印刷されています。全部太宰府天満宮内にあるよね。6号車だけ3つあるぞ。6号車が実際の運用時に太宰府に向くからね。どういうことだ？太宰府線が西鉄二日市と太宰府を結んでいるけど、西鉄二日市で方向転換するんだよね。太宰府線は地図上で見ると全線単線で、転鉄機が大牟田方に向いてますからね。つまり前の旅との開封動画で補足していた L93 運用は西鉄二日市で方向転換するんだな。3
3月23日に西鉄はダイヤ改正があったから若干の変更はあると思うよ。さっき言ってた筑後のことね。トイレがついている観光列車ですね。西鉄のトイレ付き車両って何気に初めてだな。トイレついてても利用する人は少なさそうだね。それでもトイレはあった方がいい気がしますよ。女性や子供が利用する機会は多そうだけどね。女性だと生理用品買えるとか。だからお前が言うと変に聞こえるんだよ。いや、もしかしたら本当にあるかもしれないだろ。うぷ主の予想は大抵外れるからね。霊夢までそんなこと言うのかよ。提督は強運だけはありますからね。僕の取り柄は強運だけか。うぷ主へのツッコミが終わったところで続き始めるぞ。筑後の説明だったわね。基本は臨時列車なんだろ。そうだよ。1、と祝日に西鉄福岡天神と太宰府間を1日1回、西鉄福岡天神と大牟田間を1日2回運行するよ。詳細は西鉄の公式サイトや西鉄お客様センターなどで確認できます。説明長くなるからね。まあ、別に名列車系の動画などで補足してもいいんだけどね。まあ、9月発売予定の西鉄6050系の動画で補足するから楽しみにしててね。おいこら、と言いたいが時間が押してるからな。今回購入した西鉄8000系旅とはどうでしたか？拡大すると荒が目立つけど、幾何学模様が配された複雑なラッピングが綺麗に再現されてたよ。ただ値段が1万円超えだからアニにはおすすめできないかな。Nゲージ化はするのかな？予算が確保できたらやりたいところだね。Nゲージ化パーツまで買ったら普通のNゲージと変わらない値段になるのが一番の欠点なんだよな。原材料費が高騰してるからか年々高くなっていってるし、消費税も増税されるから今後はどうなるかわからないね。増税や幼児教育無償化などで日本の今後がどうなるかわからないけど良くなることを期待したいね。詳しいことには触れないでくださいね。 YouTube の利用規約にある政治思想に引っかかるなどいろいろ面倒ですから。少なくともここではやらないよ。やるとしてもうぷ主のやる気次第だからな。次回は何を開封するのかな。せっかくですのでアンケートで募集したいと思います。一番投票数が多いものから編集するんですよね。そうだよ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。ニコニコのマイリス登録もよろしく頼むぜ。それでは、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録の際は通知をオンにすると動画の投稿やライブ配信を始めた時に自動的にお知らせします。また次回のライブ、または動画でお会いしましょう。それでは、バイバイ。